毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野内の助竹内むつるです。今日は12月9日です。王政復古の大号令が出ます。王政復古の大号令です。ついに天皇が再び政権の座につきました。それが1867年です。王政復古の大号令です。明治天皇が大号令を出します。そういう日です。こちら詳しくはチノポスの日本史竹内睦弘で YouTube で見ることができますので、そのあたりの流れをちょっとたどっていくと面白いと思います。将軍から天皇に戻ったっていう、そういう流れを知るっていうのはとても大切ですね。あとこの日は、1159年ですが平治の乱がありました。これによって平氏政権ができます。平清盛の時代ですね。時は平治、年号は平治、平氏が治めるの平治、そして平清盛がトップ太政大臣になってきます。そんな日でした。そして楠木正則に三義の位をあげました。父正重、楠木正成でも15位で河内の神ですよ。三義ってむちゃくちゃ地位高いんですよ。十三民ですから。天上人どころか、その上の雲の上の人の雲上人という地位につけてあげたんです。1383年、1383ですが、楠木正成はちょっと変わった人で、実はですね、一回北朝に寝返ってるんですよ。南朝のトップだったのに、トップの将軍だったのに北朝に寝返ってるんです。なんでかというと和平派なんですよ。北朝と南朝は和平するべきだっていう考え方なんです。でも分かってもらえなかったんで、時の天皇、朝慶天皇に分かってもらえなかったんで、98代天皇に。で結局敵方で北朝軍としてきたんですよ。で楠木正成の子孫ですから、菊水の紋章を持って突っ込んできたから、あ、正成さんが味方に来てくれたんだと思ったら北朝軍についてるんですよ。菊水の紋章が北朝軍についてるから、もうブチ切れて、朝慶天皇は首から八坂にの前頭、三種神器ですよ、かけて、そしてで草薙の剣を持って突入、敵軍に切りまくったんですよ。朝慶天皇自らが八坂の今方を首からかけて、で刀草薙の剣でもう草薙軍を投げ倒して、草薙になぜ裏切る、和平派だったからです。もういいっつって、最後弟の五亀山天皇に三種神器を渡して、私は去る、お前は後継ぎになれ、即死を言って去っていくんです。弟にあげたんですね。五亀山天皇も実は和平派なんです。実は私の先祖です。第99代天皇になったのは兄貴が無事切れて三種の神器をもうそのまま渡して検事東京だっつって、そうですよね、検事東京ですよね。剣と勾玉を渡したんですか、お前だっつって、すごい戦いしたんですよ。最前列で切り合って、お前やるっつって草薙の剣と首にかけたものを渡して、お前やるっつって言って、こう言った。それが第99代天皇五亀山天皇です。五亀山は楠木正成を許しました。やはり和平がいいだろうということで、和平に向かえ、楠木正成は裏切ったのに逆に和平ということを考えてくれたってことで、五亀山天皇は和平派ですから、うちの先祖って結構和平派なんですよ。帰参してくれたから一緒に頑張ろうって言って、だけど吉野はもう落ちるので吉野大本営落ちます。修験道の大本山の横に、吉野町の大本営があります。僕も何回か行きますが、小さいながらなかなか厳かな造りです。僕は好きですけどね。
それが12月9日でした。そしてこの日、実は夏目漱石が死んでます。夏目漱石、我が輩は猫であるを書かれたあの方ですね。こちらはですね、面白いエピソードいっぱいあります。こちらの私、友人の現代文の講師を、僕日本史の講師だったんですが、湯煙文学史という、タイトルの、動画映像がありますから、探してみると結構、文学史結構面白くなると思いますよ。湯煙文学史全く脚本なしで作ったんです。そんな、ものがあります。夏目漱石、この方は面白い方ですから、エピソードたくさんあるので、地のポスっていう、地のポスで雪見文学史とか、雪見文学史でも出ると思いますので、そのあたりで探ってくれると夏目漱石の面白いネタ出ます。だって我が輩は猫であるって最後どうなったか知ってます？我が輩は猫である、名前はまだないって言ってるんですが、実は夏目漱石って3匹猫、第初代、2代、3代と飼ってたんですが、この猫には名前つけてないんです。本当に名前はまだないんです。で、夏目漱石は犬の方が好きだったようです。犬にはいつも一応かっこいい名前つけてるんです。で、夏目漱石はもっとちょっと別のものを描きたいっていうんで、我が輩は猫であるを描くのをやめたいんですが、描いてたのが親友の正岡子規のホトトギスっていう雑誌だったんです。で、そこの編集長がよりによって正岡子規の一番弟子の高浜虚子なんです。なぜさん、今やめてもらったら困ります。うちのホトトギスは夏目さんのね、我が家で猫で持ってるんですよ。猫で持ってるんですよ。いいですか、やめてもらったら困りますよって、もう鬼の編集長になってるんですよ。あの有名な俳句の方なんだが、高浜虚子といえばっていうんですが、イメージが違うんです。ちゃんと書くんです。私も、物書きです。作家です。大変です。編集者に書くんだじゃあって言われたら、もう真っ白な範囲になっちゃいます。真っ白な範囲になってしまうんで、夏目漱石は最後、主人公の猫を殺すんです。私は酔っ払ったって、正月おとそを飲んで酔っ払ったって、私は酔っ払っちゃった、あーぼちゃんと、あ、水が目に落ちた、うーって叫んでも、にゃーにゃーって叫んでも誰も助けてくれない。我が輩死ぬ、もう死んでしまう。南無阿弥陀仏。ということで、猫は死んだんですね。それではまたお会いしましょう。